日曜日皆様おつの枯れ様でございました。阪神ジュベナイルフィリーズ、私の本命アスコリプチェーノが勝ちました。北村博士、久々おめでとうございます。缶の倍しましょう。ノンアルコールでいきます。昨日今日休館日でございます。おつの枯れ様でございました。それでは北村博士缶のパイ、おつの枯れ様でございました。いやー、軸は来たけど紐なしのすけだ。いやー、硬いって言ったら硬いっすよね。うん、アスコリプチェーノ、まあ、強かったですね。中段で運んで、前にも横にも壁があってのレースで最後抜けてきましたが、ルメちゃんにね、並ばれてからも、ステレンボッシュに並ばれてからも強かったですね。しっかりそこからまた伸びました。ステレンボッシュね、外出そうとしたんですけど内行きましたよね。コラソンビートの外行くかなと思ったら内ついてガーって、おー、勢い的にはこのまま伸びてくるかなっていうところで並んだところでね、アスコリプチェーノしっかりと勝ち切りました。コラソンビートも1004までかなと思ってたんですけども、もう上位3頭は抜けてる感じしましたね、現時点での力関係では。まあ成長次第ではまた来年どうなるかっていうのもね、あるとは思いますが、一番人気になったサフィラ、あれ最終的に細江さんがサフィラがいいって言ったからあれ一番人気になったんでしょ。あの時点で2番人気でしたもんね。まあ差はなかったですけども、ステレンボッシュとどっちにしようかって迷ったのでサフィラにしましたもんね。うん、まあそれぞれのね思惑あるんでしょうけど、惜しかったな。ドナベティも大外じゃなかったらってね、最後打ちつきましたけど、もうちょっと違うレースができたかなっていうのはありますよね。上位に来れたんじゃないかなってね。あとは初めての G1 に乗った長島さんもね、スイープフィートも出遅れながら、外をね 3,4 コーナー回したっていうところで馬はやる気満々でしたからね、もったいなかったですよね。うん、あと人気薄だったらシカゴスティングがね、掲示板乗りましたので、これお見事ですね。うん、積極的に行ってっていうロゴタイプのね、子供らしいレースになったんじゃないですか。ただ上位3頭は、ゴール前の、着差ね、4着の着差を見たら抜けてたのかなっていう感じはしますよ。はい、まあそんなとこです。さっき帰ってきました。今日静岡で仕事で、1月3日に放送されるテレビ静岡の番組で、お悩み相談の方行ってまいりました。はい、ぜひ静岡の方見てください。東京駅で買ってきました。からの揚げ、唐揚げです。いただきます。うん、まあ、うん、これはうまい。あ、いい味してるわこれ。また顔、うん、これいいっすよ。うまい、柔らかい。うん、かみさんがまだ入院してますから一人飯なんですけども、いやー、寒くなってきましたよね。あ、そうと、はい、続きましてこちらです。クリームチーズポテトサラダ、クリームチーズを混ぜてるんですよね。おー、いただきます。うん、クリームチーズ入ってますからちょっとまろやかになってますね。うん、美味しいです。うん、まあこんな感じで、取った方おめでとうございます。はい、私、今日仕事前に、渋谷の場外馬券行って買ってきました。7から買ってきました。うん、さあね、まあ軸は来たけど紐なしのすけ。うん、うん、うん、はい、そんな感じですよね。皆さん、おつの枯れ様でございます。それでは皆さん、また明日から仕事頑張りましょう。おつの枯れ様でございました。あ、大谷さん、ドジャース決まりましたね。また春から楽しい野球も見れますのでね、注目していきたいと思います。それでは失礼いたします。おつの枯れ様でございました。取った方おめでとうございます。北村くん、おめでとう。アスコリピチェーノ乾杯。